チングプロ竹内の、ゴルフナレッジ、たくさんの方にダウンロードしていただきありがとうございました。ありがとうございました。まだダウンロードされてない方は、下の URL からダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。それでは、本日は、竹内プロに寄せられたたくさんのお悩みを解決していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、最後にアドレスについて。お悩みの中にありましたフェース面の向きというのもここで解決していきたいと思います。ドライバーで正しいフェース面はどういうふうに構えたらいいかということですけども、実際にいろんなドライバーがあると思いますけども、正しい構え方っていうのは、ボールはまず左足のかかとの内側になるべく置くようにセットしていただき、このような形でシャフトの面が構えるのではなく、左内ももにグリップを持ってきてアドレスします。で、正しいフェース向きなんですけども、アイアンの方にボールを打つとしたら、フェース面っていうのはこのような形っていうのがスクエアになります。これでは右向いてしまっています。これでは左を向いてしまっています。上のフェース面のこの部分ですねが目標方向に対して垂直になるようにアドレスをしてください。例えばスライスが多い方っていうのは、最近よく出ているドライバーでフックフェース、このような形になっているクラブも多いので、このまま構えていただいても結構ですけども、理想としてはここからこのような形で構えるのが方向は安定していきます。はい、アドレスについて以上でレッスン終わりますけども、まずフェース、もう一度まとめます。フェース面をまっすぐ構えて、左内ももから左股関節のラインでグリップを握り、フェース面を合わせます。正しいアドレスは最も重要になるポイントですので、しっかりと押さえておいてください。以上でレッスンを終わります。